それではあなたたちの話を。ルイセ疲れちゃった、もう寝る。どうやらダメだったようですね。全く無駄だったわけじゃないけど、今のところはね。副学院長がいろいろ調べてくれているが、これっていう決め手がない。だが手がかりになりそうなのが3つほどあって、グローシアンは時空の歪みの祝福を受けている。グローシとは誰しもが持っていたはずの能力、それから真のグローシの発言の鍵は何だったっけな。そう、それだ。チェ、せっかく覚えてたのに、テルマ来なかった。真のグローシの発言の鍵は、グローシアンの発生の元となる現象。何やら意味深ですね。でしょ？それで覚えてたんだけど、どういう意味、マスター？真のグローシという言葉からするに、今までのグローシは本当の力ではないということですね。ああ、副学院長もそう言っていたな。真の能力が発現すると倍の力が出せることもあると。なるほど。しかし問題は、鍵はグローシアンの発生の元となる現象の方ですね。では、発生の元となる現象とは何だと思いますか？その通りです。グローシアンは必ず日食、月食の間に生まれます。この稀な天体現象がグローシアンには必要なのです。しかしそれは今のルイセには関係ないことでしょう。問題はどうすればルイセが元に戻るのか。そうよね、ルイセちゃんたら魔法学院のことやミーシャやアリオットさんまで忘れてるんだもん。ちょっと気になってたんだが、どうしてグローシが亡くなると記憶までなくなるんだ。アイリーンの時もそうだったんだが。多分無理やりグローシを引き出されたための後遺症でしょう。グローシを使うということは、自分の中に元の世界とのチャンネルを開くということ。その方法を無意識に記憶しているわけですが、その記憶を無理やりに操作されたのです。その影響で他の記憶も壊れ始めているのだと思います。それじゃ、記憶を壊されるということは、今までのことを忘れるだけではなく、知識を蓄え新しい記憶をすることさえできなくなるということです。そんなのって思ったより深刻だな。今の我々には手の施しようがありません。とりあえず今夜は休みましょう。
マイロード、少しお時間をいただけますか。心中を察しします。ですが、あまり気を張りすぎないでください。あなたは確かにお強い方です。ですがそのままでは、いずれ体を壊してしまいます。妹君のことが気にかかるのはわかります。ですが、あなたの体はあなた一人のものではないことを自覚してください。まだゲベルの脅威は去っておりません。厳しいことを言うようですが、ご自分をしっかり持っていただきたいのです。出過ぎた真似をして申し訳ありませんでした。ですが、今のあなたはともすれば壊れてしまいそうで、見ている方が辛くなってしまいます。どうやら大丈夫のようですね。それでは失礼いたします。よ、起きたか。みんな揃いましたね。私も昨夜はグロシアンについての学術書を調べたのですが、あなたたちが言っていた以上のことは分かりませんでした。まいったな。これからどうするつもりだ。それを考えなきゃならねえんだがな。お母さん、お兄ちゃん、おはよう。あ、いらっしゃいませ。どうしたんだ、よそよそしいな。おじちゃん誰？お母さんのお客さん？ちょっと、ウォレスさんじゃない。忘れちゃったの？なに、このちっちゃいの。私のことも忘れちゃったの？面白い。虫みたい。虫？なんてこと言うのよ、あんたは。もう、ディープチャーキック。あ、虫がお兄ちゃん蹴った。だってルイセ、ちょっとマジックアローの魔法を使ってみなさい。マジックアロー？お家の中で使ったらお部屋壊れちゃうよ。いいからやってみなさい。はーい。
れ？やっぱり。せっかく覚えたのに。マスター、どういうこと？魔法の使い方も学習の積み重ねです。記憶を失っているということは、その分の魔法が失われていることと同じです。まさか初歩の魔法まで使えないほどになっているとは。このままではいずれ。一夜明けてこれだと、すぐにでも。どうだろう、保養所あたりで療養させた方がいいんじゃねえのか。でも仕方ねえだろう、このままじゃ。やむを得ませんね。グローシを戻す方法が見つかるまで保養所に預けましょう。ルイセ、お兄ちゃんとお出かけしなさい。お出かけ？うん。私の方でもいろいろ方法を調べてみます。ルイセのことを頼みます。懐かしいな。ここで初めて私たちは出会ったのだ。覚えてないか。ダメみたいね。そういえば、俺とはここで会ったんだよな。お前たちがこの目を持ってきてくれたんだ。どう？覚えてる？ルイセちゃん。やっぱりダメみたいね。ここでサンドラ様の魔導書を取り返したんだ。そうそう、あの時ジュリアンが来てくれて助かったよね。私がいなくてもなんとかできたと思うかな。やっぱりダメみたいね。
ここここ最初にここを通った時、突然上が崩れてきて。生き埋めになるかと思ったよな。でも、あの宝石が突然光って、岩が私たちの上にだけ落ちなかったのよね。まったく不思議な現象だったわ。ここがアリオストさんが生まれ育った村だよね。どうしたの、ルイセちゃん。もう疲れた。歩きたくない。そんなこと言ったってあんた。嫌がってるのを無理やり歩かせたってしょうがねえだろ。ちと早いが、今日はここで泊まっていこう。ふぅ、それならアリオストさんの家にでも寄っていきましょう。やあ、どうしたんだい。すまないが、少し休ませてくれねえか。ああ、こんなところでよかったら。さあ、中に入ってくれ。ルイセ、もう寝る？虫もおいで。虫じゃないっての。寝るなら一人で寝なさい。ダメ、一緒に来るの。助けて。で、どういうことか説明してもらおうかな。実はルイセのグローシがベンツェルに奪われた。奪われたってことは学院長の事件と同じ。簡単に言うとそういうことだ。それでこれからどうするつもりですか。とりあえず保養所で預かってもらい、その間になんとか治療の方法を探す。そうですね。さあ、皆さんもお疲れでしょう。今夜はゆっくり休んでください。起きろ、起きるのだ。そうだ、お前には使命があったはず。グローシアンを殺すという使命が。奴の能力が弱っている今なら、この念波を遮るものはない。さあ、使命を果たすのだ。使命を果たすのだ。
んた。何をしている。さあ、ちょっとあんた、目つきが変よ。もしやと思って起きていたんだ。今のうちにルイス。うん。ルイスちゃん、起きてよ。早く起きなさい。殺されちゃう。殺せ。うっ、なんて力だ。これ以上抑えられん。お兄ちゃんを苦しめないで。この娘まだ。何が起こったんだ。ルイサちゃん、残ったグローシを全部使って。あんた、今声？どんな声よ。やっぱりその声って。あの仮面野郎が言っていたのは本当だったようだな。しかしこれでルイセにグローシが亡くなったことは知られちまったな。お前を責めてるわけじゃねえ。本当に辛いのはお前の方だろ。とにかくルイセを保養所に連れて行く。そして一刻も早くグローシを取り戻す方法を探す。ルイセちゃん、ルイセちゃんがね、変なの。ルイセちゃん、ほら、お兄ちゃんが来てくれたよ。
あんたのことしかわからなくなっちゃったみたいね。それに何も言わないし。行こうぜ、時間がない。待ってました。お城から連絡がありまして、入院の用意はできています。ルイセさんをこちらへ。あら、どうしたの？大丈夫だよ、ルイセちゃん。あんたも一緒に行くしかないわね。行ってこいよ。詳しい説明は俺がしておく。それではこちらです。さあ、ルイセさん、ベッドに横になって。ほら、ルイセちゃん。ねえ、あんたから言ってみてよ。本当に大丈夫だからね。お兄ちゃんもここにいるから。もう寝ちゃったわ。そりゃオートからここまで歩いてきたんだもん。疲れてて当たり前よね。私は看護の用意をしてきます。あなたも後のことは私たちに任せて、ロビーへ戻られたらいかがですか？そうよね。早くルイセちゃんを治す方法を探さないと。